ヤーでございます、はい、さあ、はい、今週もやってまいりました新着グッズ紹介のコーナーバヤー。この動画ではですね、はい、アップバンクストアで新しく取り扱いが開始された商品をざっと駆け足で皆さんにご紹介していきましょう。はい、現物が今僕らの手元にないので、こうして僕らがインターネットの世界の中にやってきてですね、皆さんにご覧いただこうと思っております。イエーイイエーイ、いきましょう。では早速1商品目、1週目、この製品はなんと光るタッチペン。光るんですか？そうでございます。スターウォーズのライトセーバーってあるじゃないですか、ボンってやつ、はい、パクさんここでエフェクト出せるから出せないね。今じゃあ簡易エフェクトで、はい、ボーン、ひでえなこれ。そんな感じでね、はい、光るタッチペンです。このね、はい、電池が入ってて光るらしいんですよ。当たり前だけど電池が切れてもタッチペンとしては使えるそうです。ちょっとなんだろう、 iPhone グッズで人をびっくりさせてやろうとか、そうですよね、注目を集めちゃおうっていう人とか、まあもちろんスターウォーズのファンの方は必見必見。では2つ目の製品、2つ目、こちらのビーツの新モデルはなんとワイヤレス。線がない。その通りでございます、はい、ヘッドホンで2種類あってですね、はい、有線のものと無線のものがあるんですね、はい、でこれは無線のものだから、例えば通勤のね時とか通学の時に使っても、こう電車の中とかでこうケーブルが絡んでアーってなったりとかしないっていうのがすごくいいと、はい、便利ですね。便利ですね、はい、ちなみにこれはですねオンイヤーと呼ばれるタイプなので、耳にかぶさるのではなくて耳の上に乗っかるぐらいですね、このサイズのちょっとコンパクトなモデルですね。はい、はい、ね、ビーツはもうねファッションアイテムとしても超クールですからね、皆さんぜひチェックしてください。はい、それでは3つ目の製品、3つ目、この製品は薄型の iPhone ケースなんですが、はい、上も下もつまり前も後ろもそしてディスプレイも全部カバーしてくれるんです。全面ですよね。そうですね、全面カバーですね。いいですね。すごいでしょ、はい、こんなに薄いのにねきっちり全てをカバーしてくれる、しかもお値段もお手頃なので、はい、まず iPhone なんか守っておきたいなっていう時はいいと思います。カラフルなものもたくさんありますので、ちょっと今までと雰囲気を変えてね、はい、違った感じで iPhone をしたいという方にもおすすめ、おすすめです。では次は4つ目、これはですねもう皆さんご存知、大人気超定番至高のバンパーでございます。はい、坂本ラジオさんのブランドグラマスですね。もう何も言わなくてもわかりますね。ご存知ですね。バッチリです。にですね、これはですね iPhone 6 プラス用です。6用のものは今まであったので、はい、6プラス使ってる人ちょっといいなと思ってたかもしれないですが、ね、ついに6プラスの皆さんにもお届けできることになりましたのでですね、お待たせしました。お待たせしました。ぜひご購入ください。では次5つ目の製品、はい、これももう殿堂入り伝説クラスにすごい製品、はい、スーペンですね。スーペン、タッチペンです。あのタッチペンがですねなんと手帳型のケースとセットになって販売されることになりました。セット、うん、いいですね。スーペンをねスッと差し込める手帳、 iPhone の、ね、手帳型ケースがセットになってますので、はい、ビジネスシーンとかでですねささっとメモを取ったりするという方にですね、はい、とってもおすすめの製品です。それぞれ単体で買うよりもお得なお値段になってますので、ぜひお買い上げください。そして今週のラスト6つ目の製品でございます。6つ目、ダダン、ご覧ください。実は僕個人的にはこれが一番テンション上がってます。おードローンですね。ドローン、空を飛ぶやつですよ。いよいよ、これ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 、あ、パクさん違う、こっちこっち、これ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 ですよ。かっこいいでしょ。かっこいいですね。これ完全に無線でコントロールして、しかも iPad でね、はい、カメラが映してる風景を見ながら撮影ができるらしいんですよ。本格的なアイテム、めっちゃ楽しみ。本格的、その通り、はい、あのねガチのドローンですよ。あの風船よりもレベルが高いドローンですよ。早く動画撮りに行きましょう。ね、撮りたいよね。これでどんな絵が撮れるのか僕こちらのチャンネルで実験しますので、そちらも引き続きご期待ください。ください。というわけでですね、今週の製品駆け足ではございましたがですね、新着グッズチェックしていきました。今動画でご覧いただいたものはですね、こちらに表示されている i ボタン、ここをねクリックかタップしていただければ一覧でご覧いただけますので、ぜひどうぞ。なお一部の環境によってはご覧いただけない場合もあるので、あらかじめご了承ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイヤ